はい、あやみんです。ちょっと最近の購入品を紹介していきたいと思います。あと東京リベンジャーズのジメイトの景品が届いたので、そちらを紹介したいと思います。では今日の動画スタートです。何から紹介しよう。はい、まずじゃあクジメイトですね。ここに出しときます。あのクジメイトを引いた動画を 2、3ヶ月前ぐらいに出したんですけど、それの景品というか商品が届いたので、そちらを紹介したいと思います。20回引いたんですよ。で、20回引いて、スクエア缶バッジがさ、めちゃめちゃ届いた。これやばい。スクエア缶バッジが山ですよ。はい、ドン。マイキーが3つ。かっこいいね。はい。マイキーが3つと、ドラケンが2つ。つやくんが3つ、1個ずつやります。バジくんが1つ、カズトラが2つ、タケミッチが2つ。ということで、ちふゆくんが来ておりません。もう惜しいのなさね。1個ずつ、タケミッチ、ドラケンさん、バジくん、つやくん。ネイルが伸びてきてる。行かなきゃ。でカズトラです。特典のブロマイド、ナオトとひなちゃんです。ひなた、ひなちゃんですね。でした。かわいい、ひなちゃん。マイクロファイバー、ドラケンと、みつやくんと、バジくんと、カズトラくんです。こちらもちふゆくんはいません。マジで当たらんかった。ほんまにこんなにこやんっていうぐらいこんかったよね。20回中13個もスクエア缶バッジでした。やばい、半分以上です。スマホスタンド、そう、でもこれがねめっちゃ欲しかったんで嬉しいですね。はい、ドラケンとカズトラくんです。結構大きいし、なんかいい感じです。はい、かわいい。もったいなくて開けれへんやつや。はい、こちらがラストです。最後が B 賞のマフラータオル。でもタオルもめっちゃおしゃれですよね。なんかデニム生地みたいな感じだけど、ちゃんとタオルです。東京リベンジャーズ。はい、こんな感じです。かわいい。最近増えたハイキューの缶バッジ。ケンマくんはお友達が当たってくれました。かわいい。この 朝のやつめっちゃかわいいから好きです。イラスト、じゃん。はい、これはね友達が撮ってくれてくれました。みくちゃん、音嫁のグッズは全然集めれてないんですけど、このみくちゃんめっちゃかわいい。
あとこれも買いました。こちらがロング缶バッジ、ケンマくんバージョンですね。雪投げてるやつです。5月もディズニー1回だけ行けたので、ちょっとグッズを買ってきました。今はね、年パスお休みっていうか、なくなっちゃったから前ほどいっぱいはいけないんですけど、好きなものは好きだなって思いました。はい、ワッフルクッキー、これめちゃめちゃ美味しいんですよ。おすすめです。ディズニーの甘い系のお菓子だとこれが一番好きです。そう、このグレートアメリカンワッフルカンパニーが今閉まっちゃってるんで、コロナで早く復活してほしいなって思ってます。1000円ですね、こちらが。ディズニー行ったらぜひ買ってみてください。イカフライこれレモン味でめちゃめちゃ美味しいのでおすすめです。これ550円です。そう、コスパも良い。これね、多分私お酒飲めないんですけど、お酒のあてにもちょうどいいと思う。はい、こちらお菓子の詰め合わせセットです。なぜこれを買ったかと言いますと、ここにマックスがいるからです。これ850円です。はい、スマホリングです。一回買ったことあったんですけど、なんかグラグラになっちゃってダメになって、 iPhone を最近買い替えたので、ディズニー仕様のケースも一つ作りたいなと思って買いました。これは1400円です。このシリーズね、ミニーちゃんとミッキーもあるんですけど、めっちゃ可愛いです。私はシンデレラ城にしました。リングの部分がミッキーになってます。可愛い。こちら、じゃん、ワッフル屋さんが閉まっててワッフル食べれなかった。友達とずっとワッフルの話してたから思わず買いました。はい、ワッフルのクッションです。これはね3000円だった。ここワッフルの部分がプクプクしててめっちゃ可愛いです。可愛い。パークフード、パークフードモチーフのグッズめちゃめちゃ好きです。可愛い。買ったんでやっとこれ買いました。ちょっとツイッターとかYouTube で見てめっちゃ欲しかったやつ、クリアファイルがそのまま飾れるよってやつです。3つ買いました。黒色フレームで。そうで、グッズが増えすぎてちょっと今やばいので、お部屋を改造中なので、改造できたら収納方法の紹介だったりとか、あとはディスプレイ紹介もしたいと思ってます。私も気になってたので買ってきました。ガチャガチャのこのサイズの缶バッジとかだとめっちゃ綺麗に入りますね。ぴったし入ります。はい、これもちょっと収納してみてどんな感じになったかとかは違う動画で紹介したいと思います。これデザインボード買ってきました。ポタグッズも使えるかなと思って買ってきました。サイズ2つ買いました。これ両面使えてどっちでも使えるよってやつですね。どっち、多分白で統一してるから白にしようかなって思ってます。今のところ白の方が映えそうな感じなので白を2種類買ってきました。ちょっとこれも別の動画で紹介しようと思います。こういう感じのボタンだったりとか、あと支える台座とか、そういうのも買ってきたので、これはまた違う動画で紹介したいと思います。はい、ということで今日の動画は購入品の紹介をしました。チャンネル登録とグッドボタンぜひお願いします。はい、皆さんもこれ私も買ったよとか持ってるとかあればぜひぜひ教えてください。
で、収納方法がね多分いろいろあると思うので、皆さんもどういう感じで収納してるかとかぜひぜひ教えてください。インスタとツイッターもやってるのでぜひお待ちしてます。はい、ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ、ありがとうございました。